あ、申し訳ありません。ジャンクスタイルです。ちょっと声が変な感じになってるかと思うんですけど、ちょっとこの理由はね、また後ほどね、ご説明させていただきたいと思うんですけど、昨日の動画お休みさせていただきまして、ちょっと申し訳ないなっていう、別に毎日更新目指してるわけじゃないけど、私の動画をね、ルーチンにしてる方が少なからずいらっしゃるようで、お昼時に見るよとか、あの帰宅途中に見るよとか、あの晩ご飯食べながら見るよとかいう方がいらっしゃるんで、ね、ちょっと申し訳ないなと思ってね、多分結構なね数が、なんだろう、ミニカーの紹介とかそんな感じの動画云々より、なんだろう、癖になってるっていう方がね少なからずいらっしゃるようで、本当ありがたいことです。ファンなのかな、ジャンクファン、わかんない、もう癖になってる感じだよね。ファンっていうよりルーチンでもう生活の一部になってると思うんで、本当に申し訳ないなと思うんですけど、今日もねちょっとこんな感じの動画で大変申し訳ないんですけど、まあちょっと話引っ張るけどさ、理由については後ほどで、いろいろとね話したいこととかもあったんでね、まあ、通常の動画っていうのがちょっとね今撮れない状況なので、雑談からいくわで、お知らせ的なものは一番最後に持っていくんで、よかったら最後まで見てください。嫌なやり方だよね。でほとんどね編集もしませんので、ちょっと言いよどんだりとか変な間が空いちゃうこともあるかと思うんですけど、まあこんな感じなんでよろしくお願いいたします。でいよいよ今週末ですね、土曜日ワイスピのアソート発売ですね。これ第1弾がイオンシネマ限定だったんですよね。で忘れもしない5月5日ですよ。でもう5月5日急に始まって、当日中にほとんどねなくなったような状況で、次の日買えた方はねなんかあんまり買えなかったよという方が多かったようですね。で第2弾がヤマダ電機でしたね。こちらもね、まあでも朝から行った方はほとんど買えたんじゃないかな。7ケースから12、3ケース最大ね入ったみたいなんで、朝行った方は買えたけど、ちょっと出遅れたも全然買えないよっていう状況だったんですけど、で第3弾がねこちらの分一般販売、普通にね小売店で並びますよっていう感じなんですけど、やっぱりねショートしちゃってるそうですね。私もちょっと聞いた話なんですけどね、まあそうだね、ホビー系ショップを中心にねショートを起こしちゃってるみたいなんで、多分大手、まあ、流通のね違うところ、なんだろう量販系は多分ねいつも通りショートしてないんじゃないかなと思うんですけど、ホビー系ショップね毎回ショートしてね、なんかかわいそうだよね。規模がちっちゃいのにさ、いや大手と比べたらね、大手流通、なんだ通販と、まあトイザラスとかさ、ヤマダ電機とかドンキホーテとかに比べたらね、ちっちゃいのに頑張ってるのに、いつもねなんかそっち系がショートしちゃうっていうね、お客さんのね信用もなくしちゃうからね、しかも販売のチャンスもなくなるしね、一番ショートきついよな。予約取っててもお客さんに渡せないっていうのは、やっぱり商売されてらっしゃる方にとっても辛いなと思うんですけどね。なのでホビー系ショップで買おうとか予約してるよっていう方はちょっと気をつけて一応訪ねてみた方がいいかもしれないですね。特にホビー系ショップ当日ね行って買おうかなって思ってらっしゃる方は、まあもう分かってるだろうからね、電話なりで確認した方がいいでしょうね。ね、変な間が空いちゃうんですけど、こういったところね毎回編集してるんですよ。まあ細かくね、ちょっと今日編集する記憶がないんで本当申し訳ないです。バースデーさんどうですか、どうですかっつってもねあれだけど、先週なんか入荷がなかったんだよね。キャニオンウォリアーズだいたい入るはずの日程なのに入らなくて、で今週は日曜日入荷の地域のね方々に聞いてみたら、どうもね一週遅れでキャニオンウォリアーズが入ってきたよみたいな話聞いたんですけど、水曜日入荷、まあ火曜日から木曜日の間だね、中央から離れた地域中国、四国、九州、東北もかなあたりにね、のバースデーさんにはちょっとね遅れて入るんですけど、
これもちょっと聞いた話なんですけど、どうもワイスピのアソートが入ったらしいですね。だから日曜日入荷のお店は、キャニオンウォリアーズ前の週の分が入ってて、水曜日入荷というか、まあ火曜日か木曜日の間ちょっと遅れて入るね地域には先週というか今週のね分がちゃんと入ってるというか、ワイスピのアソートが入ってたらしいんですけど、トミカが入ってないとかいう話ですね。ちょっとよくわかんないですね。だからうちらの地域はあれですよ、キャニオンウォリアーズが飛ばされた感じですよ。まあもともと私もこれ以上ね、増車するつもりはなかったんですけど、ちょっとねある事情で、行けなかったんですよ。入荷してるって分かってるけどね、事情がなくてもね行くつもりあんまなかったけどね、増車するつもりなかったんですけど、たださ今後どうなるかなと思って、すいません、さすがに咳してたんですけど、その部分は今カットしましたね。だから再来週あたりはあれか、マッチボックスのベーシックカーも出るしさ、あでも最近あんまバースデーさん入ってないしね、まあその次の週はホットリーのベーシックカーですけど、これがずれっぱなしなのかどうなのかっていうのがよくわかんないね。だから地域によっては地域ごとね飛ばされる可能性があるっていうことで、なかなかバースデーさんの安定供給じゃなくなったなーって印象ですね。バースデーさんありがたいもんな、時差入荷っていうのはやっぱねチャンスがあるのはいいっすよね。あ時差入荷といえば、山田電機さんね、23日から、9月のアソートの再販売がありますんでね、よかったら行ってみてはいかがですかね。これがどうなるかわかんないからね、箱ごとなのか箱をねなんだろう、いろんなお店で分け合うのかはよくわかんないんですけど、まあもう一度ねベーシックカーのチャンスがあるよっていうことで、手に入れてないものがある方はどうですかね。それかワイスピに集中し合うかな、みんなね。で山田電機といえば予約取り始まりましたね。これどうも日曜日にもう終わっちゃってるみたいですね。去年もそうだったっすよね、土曜日始まり、まあ16日か土曜日に始まって17日の日曜日に終わってたみたいなんですけど、私ねこれチラッと見たんですよ、指示書みたいなやつ。だって店員さんが出してたから出してたから盗み見じゃないよ、予約しようと思ったらねカウンターに出してたんですよ、指示書みたいな。それで全国で4800台らしいです。4800台がちょっと多いのか少ないのかよくわかんないですけど、いやあれあなんだっけ、トミカの特注もののワンロットって6000台だっけ。なので1200台はまあ予備で取っておく、あのクレーム対策で何パーセントか取っておくと思うんですけど、あとね多分1000台ぐらいを店頭販売に回すのかなっていう感じですね。去年もそうでしたね、だいたい1店舗に 2,3 台入ってたような感じがしますね、店頭売り用にね。なのでちょっと予約失敗しちゃったとかね、あの日曜日土日ね用事があって予約しに行けなかったんだよねっていう方は、当日ね、どうですかね、10月何日だけ忘れちゃったですね。待って、でもこれさよく考えた、店頭販売が4800台だったのかな、ネットの分も合わせてな、まあ、でもネットの分も合わせてだよね。これはロードスターということでね、まあ人気ないかなと思ったけどぶっちゃけね、意外とやっぱり電気屋さん系のね限定品は早いっすね。そういやさ、じゃあ上新とかエリオンとかってどうなるんでしょうね、今年はないのかな。ないならないでなんだろう、ほっとしたっていうか、私らの地域、あの九州にはね上新がないんでね、あとエディオンがない地域にお住まいの方も結構いらっしゃると思うんで、なんかねめんどくさいなとかっていう感じだったと思うんですけど、なんかほっとしたような寂しいようなね、ここ2年ぐらいやってたのかな。なのでまあ今年はね山田電機さんとりあえずね今のところだけなんで、どうなんでしょうねどうなんでしょうねっていうか、今後はないのかな、めんどくさかったのかな、エディオンさんも上新さんも。そうだよね、なんか問い合わせいっぱい来たりさ、予約ね通販の予約なんかも殺到してね、サーバーがちょっとパンパンになっちゃうっていうことがあってたんでね、まあとりあえず山田電機さんの予約は、まあ、日曜日終わっちゃいましたよって感じですね。
これ撮ってる段階ではまだちょっとよくわかんないんですけど、木曜日ですね、これ公開されてる日ですね、ブールガードの予約がね開始されてるかと思うんですけど、皆さんどうですかね。まあ、全部予約しなくても気に入った車種だけでもね予約した方がいいのかな、どうかな。これも相変わらずねホビー系ショップではねあのショートショート言われるけど、結果はねなんだろう、大手のね量販店ではねあのトイザラスさんとかさイオンとかに、ね、結構ぶら下がってたりとか大量入荷したりとかするからさ、どうだろうね。まあ一応私も予約しようかなと思うんですけど、今回は全部やんないかな。まあ気に入った車種っていうか、とりあえず保険的に予約しようかなとは思ってるんですけど、当日ね店頭で買おうかなっていうのもありますね。でこれもコメントで教えていただいたんですけど、どうなんだろうね、わかんない、あの裏取ってないからわかんないんですけど、ブールバードが今回のシリーズ、今回のアソートで終わりなのかな。ちょっとその辺のことご存知の方いらっしゃったら教えてくださいね。まあ、終わりなら終わりでも構わないっていうか、なんだろうな、ブールバードって別にアソート名つけなくてもいいよなっていう車種っていうかね感じのものが多いですし、ブールバードってついてるから、なんだろうな、コンプ熱っていうかね収集癖っていうかねあって結構売れちゃうんで、他のね例えばキャニオンウォーリアーズの中に紛れてもわかんないようなものとか、ロニーランドの中に紛れてもわかんないようなものとかも結構あるんでね、なんだろうな、ブールバードっていうアソート名がもうなんか呪いのようにね、もうブールバードでついてるから品薄になっちゃうとか売れちゃうとかなってるんで、さっきの話じゃないけどさ、あの家電系ショップのね限定トミカじゃないけど、まあ終わるなら終わってもいいかなっていうか、買いづらいのならね普通のアソートでいいよ、普通のアソートで出してくれよって思っちゃいますね。もちろんねあのブールバードをねずっと集めてらっしゃる方もいらっしゃると思うんで、なかなかね寂しいんじゃないかなと思うんですけど、本当に終わるかどうかねわかんないんで、ほんとあのその辺ご存知の方いらっしゃったら教えてください。で大事なお知らせなんですけど、大事なお知らせっつうほどでもないけどさ、昨日あの動画の方をお休みさせていただきまして、今日もこんな感じなんですけど、私の声も変なんですけど、実はねアレルギーにやられちゃいまして、稲ですね、稲科でちょうど今あの稲刈りのシーズンで、私のとこ田舎だしね、でちょっと私触れちゃったんすよ。でかつちょっと吸い込んだっていうのもあって、あの肘から下なんだろう、腕から手にかけてめちゃくちゃ発疹が出て、それがなんだろうな、大きくなってとか、ブツブツがねなんだろう、イクラみたいにぐじょってなってでなんか一つの大きな塊みたいになって、もうめっちゃ腫れ上がってるんです、肘から下がね。なのであの通常の動画がね出せないっていう感じで、かつちょっと吸い込んだのかわかんないですけど、喉もなんか腫れてるんでしょうね、こんな感じの声になってて、呼吸もねしづらい状態で、鼻水もちょっとジュルッと、まあ鼻水は大したことないけどねって感じなんです。で水曜日バースデーに行ってないっていうのがね、あの病院に行ってました。で薬処方していただいたんで、なんだあれなんていうの、アレルギー抗アレルギー剤的なものを出してもらったんで、まあ復活するとは思うんですけど、今日まではねちょっとこんな感じ、昨日は動画お休みして、今日はこんな感じの動画で、で明日はちょっとどうなるかわかんないです、もしかしたらまた休むかもしれないし、全然回復してね通常通りの動画になるかもしれないんですけど、楽しみにねしていただいてる方は、少数でも多分全国で1000人から1500人ぐらいはいらっしゃるよねだと思うんで、少なからずいらっしゃるジャンクマニアの方は本当申し訳ないですけど、ちょっと今後の動画のスケジュールというか公開予定というのが分かんない状況というのだけねご理解くださいね。まあもしかしたら、まあ、明日からは通常通りかもしれないし、動画更新なかったら、なんかジャンクまだしんどいんだろうなとかって想像してやってくださいね。土曜日はいろいろとね新作も出るんでね、ワイスピとかも出るしね、イオン限定のねトミカ類も出るんで、
なんとかね、それまでには直したいなと思うので、ちょっとすいません、今日まではこんな感じでやらせていただきます。明日はもう分かんないっす。じゃあすいません、こんな感じの動画なんですけどね、ここまで付き合ってくれてありがとうございますね。本当大事なお世話してって言ってもね、大したことじゃなくて本当申し訳なかったです。散々引っ張っとってね、まあ YouTube の常套手段ですよじゃあもう本当ここまで見ていただいてありがとうございます。また次の動画で、また次の動画は元気にねお会いしましょうね。はい、じゃあさよなら。